足を消えてくれ、すでに誰も聞くから、ちょっと待ってその前に言わしてくれ、ネタバレだけは NG。山田レイジのヤングサンデー、イエーイ、すごいオープニングやってる、イエーイ、やばいやばいですね、イエーイ、はかまだ社長グッジョブ、社長グッジョブ、本当ですね、なんですか、うん、なんですか、地上波ですか、ここは大黒さん、ありがとうございます、皆さんありがとうございます、うん、本当にありがとうございます、本当に今日は、いや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 、はいはいはい、嬉しいですよ、本当にね、なんかキラキラしてますよニコ生とは思いませんよ、これ、ね、こんなあるんですかね、はいはい、いよいよ、いよいよ新しいことが、うん、感じの、うん、ね、今日はもうそれにふさわしいね、ゲストスーパードメジャーなゲスト、ドメジャーゲスト久しぶりじゃない、うん、そうですね、もうね、知る人ぞ知るの人たちばかりがやってくるのでおなじみのヤングさんで、うん、お前誰だよ、誰だよ、お前も誰なんだよ、もうその誰なんだよが続きすぎてんだんで、ね、うん、そのすごい人が来てますよ今日は、そうですね、そう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 、そうなんですよね、うんうんうん、そうですよ、なんだっけ、うん、重版、うん、出題、はい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 、見てますかって、そのコメント多いんですよ、はいはい、見てない松田いいぞ松田スピリッツ思いっきり盛り上げて満を持して俺が登場っていう感じなんで、今ちょっと前座として頑張ってもらってるんでなるほど、松田先生には、はい、いい感じでスピリッツ月間を温めてもらってるんでいよいよ俺も後から続くんで、みんな重版出題ですか、はい、応援してください応援してますみたいな、あいやそうっすか、うん、そんな盛り上がってんだ、うん、みたいですよ、なんか、あれですね、うんうん、うん、裏側、うん、編集とかのを描いてるらしいですよね、うんうんうん、まあまあそうね、うんうん、まあ俺も見てないんでいまいち何も言えない、さっきまでスピリッツの編集者と一緒にいて、はいはいはい、そんででも漫画家が書いてるんだから漫画家とその編集者の話はリアルになるよねって話したんだけど、うん、でも、はいはい、まあ、編集王もそうなんだけど、編集王基本的に漫画家は編集やったことないんでだからどうしても漫画家サイドだけリアルになって、うん、編集サイドがファンタジーになりがち、はいはいはい、だから敵になりがちだったり、うんうん、なんかすっげえ味方になりがちだったりっていうのは結局漫画家サイドから見た編集者っていうことになってしまうのがしょうがないし、あのね、編集王だったらね、うん、あれまあいきなり全裸で現れたらダメです、仕事になりませんよっていう話じゃないですか今日来てる小説家の方は、はい、どっちもやってるっていう、あ、そう、はい、そう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 、だからなんか書けるんじゃないですか、重版出題、なるほど、ね、かけいずれね、書ける人ですよいずれそういう書ける子、書ける子が来てますよ今日はというのでちょっといろんなところから怒られそうだな、すいませんでした、はい、はい、では前回のですね振り返りの方から入らせていただきます、ちょっとのぞむさん、はい、肘をですね、ごめんなさいね、なんかね、この位置がすごい俺がでかく映っちゃったから、うん、なんか申し訳ないな、お前黒く映ってんな、うん、だいぶ、うん、なんでもない、なんでもないはい、ではですね、すみません、前回の見出しからいきたいと思うんですけれども、前回チューニナイトですね、振り返っての見出しはこちらになります、うん、FC バルセロナの MSN 並みのオフェンス力、ヤンさん最強話しかフォーメーション、うん、YKO でお送りしましたチューニナイト日本、もう何が何だか分かんねえこれも置き去りになってる人もいるかもしれないですけど、はいはいはい、まあ、スペインのリーガエスパニョーラのバルセロナっていうチームの、そこ解説するメッシスアレスネイマールですね、うん、はい、それに匹敵するヤンさん最強の話しかフォーメーションは、まあ、レイ先生クゼ望むなのではないでしょうか、そういうことですか、はい、誰がスリー、誰がメッシ、いやもうメッシはもちろんレイ先生、俺が回すんですか、うん、あなたももちろんスアレス、噛みつくからね、あなたスアレスです、スアレスでしょっていう、はいはいはい、
まあね、あの誰でもゴール狙えるし、うん、アシストもできるっていう。今日も元気そうでよかったんでありがとうございます心配をおかけしました頑張ってます、はい、これ先生的にもこのフォーメーションはやっぱりすごくやりやすいっていうこともよく、そうですね、やっぱスリートップはね、はい、そうですよね、やりやすいですよ、無敵のスリートップ、あの3人並んでる感じはすっごい楽、うん、そうですよね、うんうんうん、まあということ、キョトンとするな、うん、まああの滑り知らずの、まあ、話し方のお話ラインナップは、まあこんな感じになっておりますと、はい、で時間を参考にして好きなお話をご賞味くださいということ で無料の、はい、流れはこんな感じになっております。まずバジルトマトもんじゃですね、うんうん、それから里ヒューさん問題で VS 東村明子恋愛対談、これは先生、うん、お品種は決まりましたか。あまり決まってないですね。あ、じゃあまた後日伝えるということですね、はい、そしてシュガーラッシュ&ズートピアと、はいはいはい、そして無料よりさらに深みを増して濃厚な仕上がりになっているのはこちら有料なんですけれども、 はい、こちらになっております。暑かったね、もう散々霧島やるって言いながら限定でやるという、 もう悪魔の放送ですね。あれはまあね、あの、まあ、9時でね、新しい試みで、あ、そうですよね、そこはもうフェアですよね、しょうがないですよね、偶然で、うん、流れすごい良かった、良かった、うん、でも今日も霧島の話するけどね、俺来るけどね、うん、そうなんです、まあまあまあ、困った何を言うてるんです、すいません、はい、ではですね、どっからウッディガーデンも暑かったね、はい、ウッディの方も暑くてですね、はいはい、その次ですね、はい、こちら AI ですね、はい、こちらちょっとわからない方への解説なんですけれども、そうなの、はい、もしも死んだ人が AI になったらという企画なんですが、まあ、実際やってみたところ、まあ、上質な文学ジョークが散りばめており、まあ、コーナー化希望の声が多数ありました。もしも三島由紀夫が生きていて、はい、スターウォーズを見ることがあったら、はい、その時の顔です。またやんの。あ、先生ありがとうございます。じゃあそれ今からやります。いい、はい、お願いします。はい、こちらに私用意させていただきました、はい、こちらですね。めっちゃいい顔なんてことを。はい、これスターウォーズへの出演依頼が自分ではなく三船敏郎に行ってしまったことに、はい、ジェラシーを感じながらもジェラシーを悟られないよう無理やり笑顔を作るインタビュー中の三島由紀夫のモノマネ、はい、お前いい三島出してるよね。はい、うん、これが、ね、三島先生も喜ばれると思いますよ。そうなんです、あの男前ですよ。男前ですよ、さすが生姜の三島先生といえば男前ですから、はいはい、こちらでまずスイッチが入りましたね。三島スイッチが入りまして、入りました、入りました、はい、その次はこんな感じになっております。これは三島スマイルですか。三島スマイルです。あの寛容さをちょっとこう出してる感じの、あの若い子の文化も受け入れてる感、はい、みたいなのを醸し出す三島スマイルみたいな、はい、スマイルです。いい感じですよ、はい、そしてこんな感じですね。いい感じ。あ、なんか三島さんに見えてきた、はい、だんだん三島さんに見えてきた。もう目力ビームがもう半端ないんですけれども、そして最終的に、まあ、名言出ましたね、はいはい、お願いします。三島さんの、はい、私がダース・ベイダーだって時の顔ですね、うん、はいはい、これお前宮脇裕さんの前でやってみろよお前。皆さんに会えるのはやりますけど、お前皆さんに会ったら絶対やれよお前これ。もういいですよ、やるから。意味わかんないけど、すごい見たい、すごい見たい、宮脇裕さんの前で全然違う前だよ。これ森進一じゃないですか、もうほとんど顔が。森進一じゃないでしょこれ。これはもう森進一顔ですよ。素敵でしたね。はい、とっても素敵な、はい、参加してもらえてありがたいですね。はい、でまあそんな感じでありまして、はい、最終的にはまあ今後のヤンさんについてというところで、はい、まあオポチュニティサーコーがまあ今後始まりますと。俺はここで言いたい。はい。誰も行っていかないぞっていうことを、はい、俺は言いたい。だからそういうサークル乗りとか、はい、リア充乗りとか、はい、フェイスブックとか、はい、ファックなんでっていうおあの圧力を感じてました。あ、感じました。あのニコラマフレンズから、はい、あのロンリーフレンズから、はい、お前俺たちをせっかく友達だと思ってくれたのに、はい、なんでお前らチャラチャラやりやがって、はい、結局なんだ大学生かよお前ら、うん、みたいな、はい、お前らスーパーフリーかよみたいな、うん、そういうなんかそんな風にこう見られてる感じがはい、来たんで、いやそれは違いますよ、はい、俺たちはニコ生だと、はい、あのゴキブリ野郎だと先生っていうことでいつも通りのクオリティで、はい、あのやっていきますんで大丈夫、あの心配すんなよ、もうサークルとかふざけんなって言ってっからさ、俺もさ大丈夫だからさ、だけどサークルもやるんでこれあの質問だったんですけど、あの掛け持ちはありなんですかっていう質問がございましたが、あもう黙っていいよ、黙ってや黙ってないし、まあ、その辺も含めてちょっとね今後、うん、またただただね、あのこんなに才能があるのに、はい、誰にも見せる場所がねえみたいなやつの気持ちも分かるわけ、はい、俺もそうだったから、はい、かかってこいお前もかかってこい、どしどし、うん、だけどお前は置いてかないからな、はい、うん、よし、なるほど、よしじゃねえよ
はい、そして最後なんですけれども激しい人いつだいやこれは言っとかなきゃダメなんだよ。そうですね、やっぱりね、うん、あのそう、そういうことなんて大事なんだよ、うん、それはそれでさなんかごめんはい、そして最後ですね、今しが挑発してるのか謝ってるのか錯綜してるんだ錯綜してるんだ、ま、俺の中でもう一人の俺ともう一人の俺があいつものあれですね、もういつものいつも いつもの一人芝居だよ、うるさいよ、じゃあ安心だ心配ないいつものノイローゼだよ、はい、なんねなんねよノイローゼだよ。今もあったんですけれども、うん、ちょっと最後にレイジゴロコをですね紹介して、はい、まあこれで終わりにしたいと思うんですけれども、はい、こちらお二つですね、はい、まず一つはわがままエイリアンですね、うん、はい、こちらのシュガーラッシュ&わがままエイリアンみんな知ってんだろ。いや知らなかった、これも僕も知らました、はい、欲張りで浮気のわがままエイリアンでしょ。そうですよね、これ、うん、バービーボーイズの歌から喋ってくれたの、はい、喋りましたありがとうございます、はい、ネギツネオンザランですよ素敵なもの誰も知らないより言うけどねこの素敵なものを見すぎて簡単には落ちないというところからの、まあ、わがままエイリアンと、うん、そして今しがた出ました、うん、まあ、我々サブカルチャーのゴキブリどもということで、うん、まあ、レイジ先生から我々、うん、まあ、レイジ五六によるニックネームをいただきましたと、まあ、ドブネズミよりゴキブリの時代なのではないでしょうかと、まあ、ゴキブリだって生きてんだよなんだ今日自虐の嵐が吹き上げてるな、ね、自虐低気圧が来てるな、爆弾低気圧だな、爆弾自虐低気圧だ、はいはい、という感じで、はい、前回の振り返りを、はいはい、送らせていただきました、はい、ありがとうございました、はい、どうも、いや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 、いや、はいはい、そうそう、まあいろいろね、うん、仕掛けていきつつ賑やかにどんどん、うん、夏も秋もっていう感じなんですけども、うんうん、今、うん、一番、はい、日本で、はい、なんて言うんでしょうね、うん、なんて言うんでしょう、もう素晴らしい物語を量産し続けている方が今日、いらっしゃっております、うん、でこちら、6月11日に、うん、夏見のホタルと、これ誰か分かりますよね皆さん、今をときめく有村架純女子ですね、はい、はい、この、架純ちゃんとも焼肉を食ったという、うん、とても羨ましい、うん、方に今日来ていただきます、はい、早速お呼びしても大丈夫ですか、はい、大丈夫です。じゃあ小説家の堀澤明夫先生です。どうも、ありがとうございます。ここ座っていいですか。お願いします。どうぞ。すいません、本当に巻き込んじゃって。いや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 、面白いよこれ、面白い、ほら皆さん見てますよ、これ大歓迎です。ははははってことで、これはパチパチパチっていう意味。あ、パチパチこれこれが今やね、本当だ、そういう感じになってます。はいいや、めっちゃダンディーですね。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。横山健さんマーシーではない、聞いてますマーシーじゃないではない、どっち聞けばいいかなんかちょいある親父でもないですよ、はい、テリー伊藤では全くないですなんだよそれなんだか分かんなくなっちゃったよ。改めまして森澤明夫先生ですね、はいはい、まあ、数々の名作を、うん、虹の岬の喫茶店、うんとか、うんうん、あなたへ、吉永小百合さん、うん、高倉健さん、もうすごいよ、昭和芸人ですよ、昭和芸人方がもう先生の小説を読んで、これも絶対を映画化したいっていうことで、うん、映画化を、そして我らが霞がですねああもう本当にごめん本当にごめん、そうじゃない、この夏目の蛍に関してちょっと、はい、あれしてもいいですか、どういう経緯で。あ、これはね、はい、3年ぐらい前に、うん、まだかすみちゃんが、うん、アマちゃん出る前に、うん、夏美の蛍をね、うん、読んでくれてたんです、うん、それでそれがすごいよね、うん、吉永さんも読んで私が映画にしたいって言い出して、はい、昭和芸能士がそうですクイーンがびっくりしました、でもクイーン、うん、手紙来たんですもんね、吉永さんから。吉永さんから手紙来るってすごいね最初自筆ですか。もちろん自筆、ワープロじゃなくて、ワープロじゃないです、すごい綺麗な字で、わあ、手紙が入っなんかポストに入ってて、最初なんかシータですよ、シータ、吉永さんって誰だろうなと思って、うん、ビリビリビリってやっちゃった後に、うん、吉永小百合って書いてあると思って、うんうん、まさかと、ちゃんとどうせ透明じゃないかと綺麗に開けなかったと思ってああいやまさかね来ると思わないもん。いやいや思わないですよ、うんうん、開いたら本当に吉永さん、うん、で、うん、驚いて、うん、と思いながら映画化さしますっていうようなスタ、うんうん、そういう手紙もらえて、うん、すごいびっくりしちゃったんですけど、それ、うん、で今回はそのかすみちゃんが読んでくれてて、うん、
で僕と共通のかすみちゃんのね、夏海のホタル、はい、カエル邪魔だな、はい、カエル邪魔です、はい、はい、そう、あのかすみちゃん、かすみちゃんのね写真を撮ってた藤里一郎っていう、うん、僕と同い年の仲のいいカメラマンがいるんですけど、うんうん、そのカメラマンがね、うん、あの間を取り持ってくれて、うん、でじゃあ原作者に紹介するよって言って、うんうん、で合わせてもらったんです、うん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 、それで、マネージャーと、うん、藤里一郎カメラマンと僕とかすみちゃんと4人で初めて3年前、まあかすみちゃん19歳だったんですけど、いろんな人が羨ましがって、羨ましいでしょそうで、いろんな人が羨ましがってます、はいはい、そうほんで、はいはい、そこであって、うん、この原作ねもう読んで泣きましたと、うん、でもう有村で映画化したいっていうふうに言ってくれたんですね、うん、でそれはもうかすみちゃんじゃあもう、うん、僕のイメージバッチリなんで、うんうん、あもうそんなのぜひぜひって話をしてて、うんうん、でいよいよいろいろあって3年後死に、うんうん、それが本当になっちゃったっていう、うん、すげー、実物も可愛かったですかって、実物可愛いですよ、しかもかすみちゃんあのスタッフとみんなでね、うん、そのそれ焼肉食べ行ったんですよ、うん、あスタッフとみんなで、僕と2人で行くわけじゃないいやもうそういう仲なのかなと、もうそこはもうスプリングステンですよ、黙っちゃいませんよそんなことになろうそれやばい大変です、はいはいはい、もう10人ぐらいですよ、10人ぐらいで、でもかすみちゃんもね最初から最後までこの、うん、みんなの焼肉焼いて、うん、みんなのこうやって配るような女子力の高さをね、うん、発揮してくれました、あらららね、いやいいですね、そう、うん、ね、なんかいいですよね、うん、もういろんなやつに、まあうん、羨ましがられて、うん、うん、僕結構嫌われてますよ、その話はあんまり言わない方がいいんじゃないかと思ってでも小説家の人って癖のある人が多いから、はい、あよく言いますよね、本当に真人間だなと思う、うん、俺読むあの元編集だけにあって、あバランス感覚も優れてるし、あそうですか、ちゃんと運動もするしすごいなと思う本当に、まあ、だから、うん、でも最近の小説家の方って、うん、真人間、真人間って昔の人も真人間いっぱいいますけどでもなんかやっぱりどっかで背骨が歪んでないとできない仕事でしょう、だって元々文学なんてものはな、それがなんすか、うん、もうその時代は終わったんじゃないかなというのが今日の話、僕は森田さんの小説を読んで思いました、はい、っていうのは後半にやるというか、まあ、今日の何話すかなんですけど、はい、とりあえずその、レジさんと、ね、森田さんの出会いというか、うん、どこでどう知り合って、うん、こういうことになってるのかっていうのとか、うん、あとその、まあ、小説家になりたい人のために、うん、小説家になる方法を今日、うん、限定でやりますなって、あとあの、はい、いつも来てるあの森田先生の質問も、はい、後半にやるんですけども、はい、どうしてもレイさんが森田さんに聞いてほしい話がある、聞いてほしいんですよ、はい、いいですか、ということでとりあえずそちら側から片付けていきますか、はい、君に届かないってコーナーをやってるんですよ、はい、あ僕に届かないんですか、番組で相談で、だいたい俺に言ってくることは届かないんだけどそれでも言いたいとって言って毎週ちょっと頑張ってるんですけど、なんかね AKB のね話をね最近みんなしなくなったなと思ってて、そしたら AKB の新曲のポスターがその地元のレコード屋に貼ってあって、ちらっと見たらなんかその新曲のそのタイトルがやばくて、あの翼はいらないっていうタイトルだったの、翼はいらない、うん、そんでメンバーが路上に立って一人がフォークギターを持って上を見てるみたいな、でなんかえ何これストリートミュージシャンみたいな感じになってて、うん、でえ翼はいらないってってきて、あれちょっと待ってこれ何かただならぬことが起こっているような気がしたの、なるほど、そんでおっとこれやすす秋元やすさん、うん、やすすご乱心の兆候ありっていう予感がしたんでちょっと最新やすす作品をちょっとチェックしたんで、なるほど、したらその歌詞がまたちょっと良くて、うん、翼があったら大空を飛んでどこかに行ってみようかと考えてみたけれど、うん、まあ、その今僕の目指す場所が思いつかないっていうところがまあ行くんですよ、うん、ヤスどこ行ったらいいか分かんなくなってんのかなみたいな、で翼はいらない夢があればいい、大地を踏みしめながらゆっくり歩こうって来ちゃったのね、あれちょっと待って、これ面白いことになってるなと思って、でこれまあちょっとこう言って、でこれ後半、鳥は空から僕らのことを眺めて思う、うん、翼がないって素晴らしい、
翼 を飛ばなくても歩いていけるから自分が持っているものだけで幸せになれるんだ、翼はいらない今の僕がいいみたいなことを歌ってるんですよ今回 AKB が。でこれ女の子は可愛いきゃいいっていうので物議を醸した後に翼はいらない持ってきて、これやすすいろいろ入れてきてんなと思ってちょっと面白いなと思って、で何が面白いかって、もともと普通のアイドルが握手一緒に会えるアイドルみたいなところから芸能人羽ばたいてって、まさに翼を与えたのは秋元先生あなただったんじゃないですかって話じゃないですか、もともとの始まりが。だから翼をくれる人だったの。だけどつまり要するに秋元先生たちは上空の人でもうすでに翼を持ってるわけだよね、うん、あのフジテレビも倒したし、うん、ね、その上空を旋回している秋元先生がどこ行ったらいいか分かんなくなっちゃってて、で翼がないっていいよねっていうのは上空から見た地上にいる人たち、飛べない人たちに対して羨ましいなっていう。だって俺飛べるけどどこ行ったらいいか分かんないって、これまさに成長の限界。つまりあの、サクセスしたってどこ行ったらいいか分かんないんだ、金持ちになったって有名人だったってこの先どこ行ったらいいか分かんないんだ、マクトマックスで言うと行って返すしかねえんだこの先は希望はねえんだ、希望を持つのはバイ、マットマックスだから、そういうその地上に降りなきゃいけないんだ、現実に目覚めなきゃいけないんだ、夢は終わらなきゃいけないんだ、飛ぼうなんて思っちゃいけないんだ、そもそも翼なんかないんだみたいなことを、お前飛ぼうって言ってたやつが言うのかよっていうステージに AKB といよいよ来てるっていう感じがあって、これ面白いじゃない、これちょっと面白いとこなんです。そういう見方か。普通の女の子に戻るってこと？そう、そしたらちょっと待ってと、ちょっと待ってよと、あん研究生含めて何人いるんだって話で、みんな翼が欲しいって言ってあんたみたいに飛ぼうと思って一生懸命レッスンして、そういうレッスンで忙しくって恋愛とかする暇ないんじゃないですかっていうことによって封じられていた少女の青春は、え、翼なくてもいいんだよお前らみたいに翼ないやつ羨ましいよっていうことなんですかこれみたいな。これだからちょっと奥野さん、俺の言ってること届いてますか？届いてます、届いてるけど。でこれどういうことかというと、先週はい、ここでつながりました、霧島辞めるってよ、秋元 AKB 辞めるってよっていうのにつながるんではないかという気がしちゃってね、先週霧島って話があって、ピラミッドの頂点に鉄がそのピラミッドそのものの存在を否定してというか疑問を抱いて付き合ってらんねえといなくなった時に、残った連中が大騒ぎになるのがいわゆる応仁の乱になるわけですよね、これがねですよね。だから今これからあの AKB では応仁の乱が起こります。だからその全部の AKB は京都 AKB にごめん調子に乗った次です、最新シングルは応仁の乱でお願いします秋元が朝廷がいなくなった後に、ね、朝廷が嫌になっちゃって行くとこなくなっちゃったから引退した後で、あの覇権争いが起こって、要は戦国の世を迎えるのがあります。なるほど、森さん先生思ってねえだろどうですか、これは毎週こう聞かされてるんですか？いや僕ね、秋元さん、あの知ってるんですよ、知ってるんで、だから俺話したかった、何度かお会いしたことあって、すごいいい人だって聞いて、だから俺これで結構なこと言ってもちゃんと後で救ってもらえると思って安心して喋りましたいやなんか前飲み行った時にね、うん、いい人だって話聞いて、いやめっちゃいい人だったんですよ、うん、なんか世の中の人って、うん、秋元康って聞くと、秋元さん自分ご本人が自分で言ってたんですけど、うん、秋元康って聞いたら、うん、みんなねおにゃんこ のアイドルを引っ掛けて自分の妻にしたいい加減ななりきんのなんか適当な業界人だろうと、うん、怪しいやつだって思われてるんだよ、うん、俺って、うんうん、秋元さん自分で自覚してるんですよ、うん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 、でそれでいいんだって言って、うんうんうん、あのまあ好きにね、うん、言いたきゃ言わせとけばいいし、うん、って全然気にしてないんだって話をしてて、うん、で実際僕秋元さんとね、うん、京都に2泊3日、うん、秋元康さんのおすすめのグルメ旅をするってい う,、うん、うわ一緒に行って一緒に行って一緒に食べるっていうで、それ僕が、うん、あの雑誌で原稿書くってい う, その2人で旅するっていう企画やったことあって、うんうん、その2泊3日の間に、うん、秋元さんってもうめちゃくちゃいい人だってこと分かっちゃって、うん、どういうところがいい？あのね、まず僕ぶしつけなんですけど、うん、秋元さんに、
あのタクシーの中で聞いたんですよ、まあ、ぶっちゃけ、うん、ヒット作ってどうやったら作れるんですか言うね聞いたの、うんうんうんまあ、ぶっちゃけどうなんですかっていう話をしたら、うんうん、秋元さんがあそれはねあの単純だよ、うん、あの森田君も例えばね、うん、あの作詞家になるんであれば、うん、3000曲書いてごらんよって、うん絶対2、3曲当たるから物量あれそれどっか好きか数なの数、はい、でその当時まだあの秋元さんが AKB を立ち上げたばっかりの頃だったかなで、秋元さんなんか 2,3 千曲まだ作った頃でちょうど、うん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 、で、まあ、彼が言ってたのが、うん、いや俺だってさみんな秋元が書けばね、うん、売れると思ってるけど、うん、9割か 95% ぐらいは当たってないんだよって、うんうん、ほんのちょっと何曲か当たって、うんうんうん、でしかも川の流れのようにとか、うんうん、たまたまミラクルが起こってるから、うん、それでみんなね俺のことを天才天才って言ってるけど、うん、ただ俺は数書いただけなんだよ、うんうん、森沢君もいっぱい書けば当たるよって、うんうんうん、それがヒットの、うん、秋元さんのヒットの秘訣だったんですよ守ってるね守ってますか、ね、すっごい書くもんねいやそんなことないですよ去年新刊1冊しか書いてないですそうなの、はい、なんかものすごいいっぱい書いてるイメージがあのねあ当たってるからいやと、ね、単純にあれですよ、うん、一作出すじゃないですか、うん、で単行本とちっちゃい文庫、うん、文庫ね、うん、文庫化するんですよ出ますね、うん、だ去年とか一冊新刊を出して3冊ぐらい文庫化したのかな、うん、なので年間4冊出したような印象になってるんだと思うんですよ、ねうん、あまあそうねあの、うん、キリコもあってあの映画もあったんでそうそうやっぱり露出がね、うん、多かったもんね去年ね昼ドラと映画化と両方あったから、ね両方やったもんね、露出が多くてなんかすごい働いてる人に見えたっぽい、うんうん、めちゃめちゃ働いてると思うでもうちのおかんに言われましたもん、うん、あんた全然新刊出さないけど働いてんのってそう、ね、いや働いてんだけど、ね、身内ってそういう感じになりがちですよ一応頑張ってんだけどな息子も頑張ってんだけどなそうなんですよ全く働いてないと思う、うんうんうん、言われましたからね、うんうん、で何の話でしたっけあの、まあ、秋元さんは、まあ、いいとして、うん、じゃあ進めますか奥野さんえ、うん、その例の問題を例の問題いいの秋元さん、うん、あもう失礼のないあれはいいのサンダーバードはいいのサンダーバードはいいですあいいですかあのまたちょっとチューニーナイトとかで言いましょうはい、うん、それ来週いやまあそうね余裕のある時に、うんはいはいうん、あの今、うん、コメントあったんですけどボツの数ってどのぐらいあるんですかボツっていうか僕の小説のボツ、うん、小説僕の場合は小説の依頼が来て書くんであそうなんですかはい依頼が来てから書くんですで、まあ、編集者に、うん、あの次書いてくださいって言われるんですね、うんうん、で一応こう次の次の次の次ってずっと先まで一応埋まってるんですよ、はい、でその次でよければって話でで僕の中でストックが40個ぐらい今、うん、あのネタがあるんです小説のすげえで、うん、そうでその、僕の担当者に、うん、と打ち合わせをして、うん、で担当者がどういうものを僕に書いてほしいと思ってるのかを聞いて、うん、こういう感じのがいいって言うのを聞いて僕はその40個の中からじゃあこういうのとこういうのとこういうのがあるんだけどって話をして選んでもらう、うん、であ それがいいって言ってもらったのを書くっていう昔ね手塚治虫先生がそれをやってたっていうあそうなんですかうんなんかあの編集者が来て、うん、書いてくださいって言うと今こういうことやろうと思ってんだけどで5つぐらい並べてどれや、うん、どれがいいあもうまさにそれです、うん、それで本当にえじゃあ3つ目が取るでって言って、はい、取った人とブラックジャックでって取った人がいたっていうからすごいなっていうそれがマガジンとチャンピオンに分かれたっていうあなるほどすごいねうん、でもそれはあれだ ねだから品揃えを多くして相手に選択肢を多く持たすそのそうです、ね、でメニューを出して、うん、で選んでもらうっていうかあの編集者も作りたいもん作りたいと思うんですよ、うん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 、だから僕の方で提案して、うん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 、この中で自分で選んだものの方が熱を持ってやってくれそうな気がしません？プロモーションとしてもあの一緒に作ってるみたいな、ね、そうそう一緒に作ってるあなたが選んだんじゃないですか、うんうんうん、だから僕が、うん、僕はこれ書きたいんで、うん、これ書かせてくれって言って、うん、編集者に、うん、あのご利用し、うん、して、うん、でこれ編集しろよって読んでみたけど別に面白くねえのにこれなんで売らなきゃいけないんだろうなっていうよりはもう全然よりは編集者選んでくれた方が、うん、編集者としても、うん、これ自分がピンときた
ものを選んでるから、うん、僕は書いて、うん、あの商品にするまでの作業を一緒に熱を持ってやってくれるかなと思って、うん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 、じゃあもうその編集さんと対立するってことはないんですか、はい、あの喧嘩はしないです。喧嘩はしない。ただ僕の書いたあの作品に赤は入れてくることは当然あるんですね、はいはいはい、でその赤の意味が僕の思ってるのと編集さんの思ってる意味が違ったりするんですよね、うんうん、だから僕はいやここに赤入れるのはおかしい、うん、ここはこういう意図があってこうだからって言って、うん、編集さんはいやいやでも前でこう言ってるからここはなしの方がいいとかなんか言い合うことあります。でそこはでもちゃんと落としどころをちゃんとお互いに納得したところでじゃあこうしようって、はあ、あるいは僕がもうじゃあここからコマ全部取っちゃって書き直すとか言って書き直しちゃったりすることも稀にありますけど、でも僕あんまりね、うん、そんなに赤入らないです基本は。へー。けど編集者によっては赤入れてくる人もいます、うんうんうん、それはもう編集者の素質とかなんかその性格だと思うんですけど、どっちがいい悪いじゃなくて、うん、はい、そんな感じなんですね、はい、なんか面白いですよ。いわゆる昭和の文豪のイメージってもうね、これもう原稿上がるまでなんかもうずっと待ってるみたいな編集。あ、うん、多分、まあ、今でもあのなんだろう、大御所の大先生いらっしゃるじゃないですか、うん、そういう先生の原稿ははーっていただいて終わりだと思います、うん、僕のは多分赤入れて森さんこうじゃねえのにと思いながら多分、うんうん、あ、赤入れて返すっていう感じだと思うんですけどね、うん、じゃあ半分ぐらいはもう共同作業みたいな感じになってくるってことですか。その自分のアイデアはまずあったとして、はい、そこから作っていく段階になったのに半分もいかないですね。そんなに赤入らないんで。あ、はいはい、はい。でもだもう本当にはそうだな、もう 1% も赤入ってたら大変なことなんで。あ、そっか、はい、そうですよね。真っ赤っかになっちゃうんでそしたら、うん、はい、なんかめちゃくちゃ読みやすかったんですよこれ、あのデビュー作、うん、デビュー作だ、うん、ありがとうございます。基本的にデビュー作絶対読む派なんですよ。ほうで、うん、文体の変遷とかを楽しみたいんですよ。うわ、マニアックマニアックだけどそれ分かるすごい分かる昭和の文豪とかだとこの時に関東大震災があってで、うん、その時前後に書かれたやつとかはちょっと違ったりとか、うん、なんかこの島崎藤本もそうですけど、うん、はいはいはい、なんかその、うん、ね、あのメイトやあれしてあれしてと か、 なんかプライベートとか全部含めた上で歴史を読んでるみたいな、うん、人間の人生を読んでるみたいな感じの読み方が好きなんですよ。うん、で、まあ、あのこのちょっと時間なくてこの2作しか読めなかったんですけど今回は、うんうん、あのめちゃくちゃ読みやすいんですよ、うんうん、読みやすいよね。俺が今まで読んできた小説の中で一番読みやすかったんですよ、うん、もうふわふわふわってこう、うん、あの、うん、なんつうのか、もう水が、うん、美味しい水、うん、清流もう本当にそう、うん、なんか、うん、なんかすごいこう、うん、現れてしまうっていうべきですかね、うん、なんか、うん、あ、でその室内じゃない感じって言えばいいんですかね、なんかすごい日光浴してるみたいな。あ、ラノベって出たけどラノベではないよね。ラノベではないです。ラノベみたいな匂いはしないんですよ。しないね、あの、うん、でというのは何かなと思った時にこの言葉が、うん、あの言葉の使い方と言葉の置き方みたいなのが、これちょっと説明が難しいんですけど、めちゃめちゃバランスいいんですよ。そのバランスの良さっていうのはこことここの間に置いてくれてるんですよ、うんうんうん、言葉をね。そう、うん、で普通あの、まあ、近代文学は特にそうなんですけど、うん、ここになっちゃうんですよ、うんうん、でなった時にこっち側がそこにぐわっとその茂みに分け入って、うん、その感情にくいやーっもう言っても言っても闇闇闇みたいな、安い、それが面白いっていう人もいるんですよ、うん、いるけど、そのファッとなんて言えばいいのかな、この美味しいサラダみたいな、うん、あのみんな食べれますよみたいな、その、うんうん、なんかすごくこうあっさりもしてるし、だけどちゃんとコクがあって塩も効いててみたいな、ね、僕がよくそれで言うのは、うん、あの日本酒で例えてるんですよ。ほう、うん、要するに、うん、あの大吟醸にしてるんです。磨いちゃって磨いて米をすって喉に引っかからずに通るように、うん、引っかからないように大吟醸になるように言葉をずっとなんかもう直し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 、うんうんうん、読んじゃ直し読んじゃ直しって言って、すごいだからもう時間かかるし遅いんです筆が。だから1ヶ月にね一冊書いちゃうような人と比べるとだいぶ時間かかるんですけど、その分あの磨きに時間をかける
からさーっと多分読んで、あと頭の中に映像が浮かぶような語順にすごいこだわって書いてる。それ本当そうだと思いました。もう映像がだからみんなこれを読んで何としてもその風景とかを共有したくなるんですよ。だから映画化したいとかそのドラマ化したいっていうオファーは絶対来るんだろうなと思って。そうですね、だから僕の作品の映画化率がヒット率が異常に高いのは多分そこだって言われてるんですよ。プロデューサーが読んだ時にもう頭の中に映画になってる、あできるってなるからオファーが来やすいんだっていうふうにいろんな人から言われてますね。もうここ序盤で聞いちゃいますけど、はい、もう最初にまあ、どういう出会いかというと、森澤先生ようやく出会いなんですね、はい、すいません先生ついね文学のことになって怪我をなされて入院された時期に、はい、たまたま俺の本を読んでもらったっていう話で、うん、それでツイッターを始めたらどうやらお互いその存在に気がつきリップを交わし会いませんかって話になったのが、ね、はい、結構まあ前ですけど、うん、そうですよね。そこからですね入院っていうのはどういう、うん、膝の靭帯が切れて半月板が崩れちゃって、で関節のこう骨がこう飛び出ちゃって関節包が破れちゃって、何してそうなったんですか。子供と遊んでたアスレチックからちょんと飛び降りた時にちょっとしたね本当にこれぐらいのね段差があったんです。怖いな。2センチぐらい。こんなもんで。この段差で、うん、段差の上に足を縦に乗っちゃったらガクってなって。はいはい、トンと降りた時にガクッとなったら膝がねゴリッて音がして怖い断裂したんですよ。なんか怖い、で、あーなんか骨が変なとこ出たと思って、やばいと思った時にもう治ったんですかって言われて治った、ね、治りました。でもそれでもね、手術してボルトを入れて、でボルト入ってんですか。はい、ボルト抜きました。あ、抜きました、ね、うん、1年後に抜いたんですけど、ももの裏から靭帯、じゃあね、腱をこのぐらい長さを摘出して、その剣を自分の骨と骨の穴を開けてドリルで切れた靭帯の代わりに剣を入れるんですよ。うわもう、そのボルトを止めるの。コメントが悲鳴に溢れてます。説明も映像的だからなんかもう再現してる。ただね、あれなんですよ、小説家はね本当にいいのは、生きてるネタが全部ね、ネタなんですよ、何が起きても。だから僕は救急車で運ばれたんですけど、救急車にもう真っ青でうわーっと震えながら救急車に乗って、この指になんかこのつけられて酸素量みたいなのね、でうわーって言いながら取材してましたもんね、救急隊員にこれ何ですかとかこの機械は何ですかとか言ってさすがその時に何分でだいたい病院につけるんですかとか、一日何回ぐらい来るんですか、電話来るんですかとかね、ずっと聞いてたら救急隊員にあなた本当に痛いのって言われて、めっちゃ痛いですって言って、めっちゃ痛いですって、早く病院行きたいですって言って、ところでこの屋根についてるこの機械なんですかって言われて気になる。そうだから僕そのうちスポーツものとかで膝の靭帯切れる主人公がね出てくると思います。あ、それを楽しみにかけます。かけるかけるすごいリアルにかけます、ね、何でもネタなんです。 それで入院してた時にまあ本を読むよね、その時たまたま読んでもらった、そうそうそう、その時に山田さんの絶望に直接言う全巻どう思ってって15巻ですか、15でしたっけ、16、15、そう片っ端から読んでって、すげえ面白いと思って、あ嬉しい、でこんなにすごい人たちとたくさん会って、この漫画にって自分のフィルターを通さないと作品にならないじゃないですか、すごい人たちの教えをフィルターにして作品にまで仕上げたってことは自分の身になってるはずなんです。そういう人ってどんな人だろうと思ってたら、ツイッターに山田さんがいたんですよ、ね、いたと思って、ちょうど始めた頃だった俺が、そうですよね、始めたばっかりだったんです、まだ始めたばっかり、あ SNS でそう、ダメな SNS で調べてないですよみんな嫌いなんですよ、嫌いなんですか。いや、ツイッターは大丈夫なんです。ツイッター大丈夫なんですか。みんなフェイスブックファックなんで、あそうフェイスブックはファックなんです。なるほどね、はいはい、フェイスブックですね。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。そう。でそのツイッターで山田さん見つけて、多分僕が多分、そう絶訳最高でしたみたいな。びっくりして俺もうマジかと思って。でなんかすぐに、で一度
会いましょう。そうですね。そしたらなんか共通の友達としてのぶみくんがいて。あ、そうだ、絵本作家。そうそう。で、のぶみくんとはまあ繋がってて、俺ものぶみくんと繋がってて、うん、で久しぶりにのぶみくんも交えて3人で話してみたいな感じで。うん、そうですよね、うん。そうだそうだ。うん、うん、うん。ね。そう。懐かしい。うん、たまに山田さんに時間もらって飲みに行ったりとかね。そう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 。してるんですよ。うん。うんうん、なんか世代も近いし、なんか見てきたものが近いっていうのはあって、うん、そうなんですね、うん、なんか今足がしやすい、あと同じ取材をやってものを作ってきたっていうところが一緒なんで、 その苦しみがね、ね、やった人間じゃないと分かんないんだよ。取材は楽しいんですよね。そう、楽しい、すごい楽しい、ものすごい楽しくて、そうそう、うん、もういろんな人からいい話をいっぱい聞いて、そうそうそう、もう自分からいっぱいもらっちゃって、いっぱいもらっちゃって、そう、これをどうやって表現すればいいのっていう、分かりやすく渡さなきゃいけないから。もともと僕ノンフィクションとか、うん、はいはいはい、ね、フリーライターもやってたんで、うん、武田光雄さんのね、うん、あの、あ、そうです、ドキュメントというかノンフィクションで、はい、やってたんで、うん、取材をして、作品に落とすのがどれだけ大変かっていうのを僕は知ってるんです、うん、しかもそれを 絵も入れてやってるってすごいなと思って、うんうんうん、なかなかドキュメント漫画ってあんまないですもんね。そう、しかもあんなに続いてってないから、なんて不良を指すんだ俺にって思いながらだけどでも会いたい人に会えるし、そうもう本当ジレンマジレンマで行くっていう ね、でもあれがあるから多分今の山田玲二さんがあって、うん、作品に ね、まあ、ね、全部インプットされたものは今度皆さんの元にね、うんうんうん、最強の弟子って漫画あるじゃん、俺最強の弟子だから最強の師匠ばっかりに出会って、うん、でその弟子になって師匠のことを伝えるみたいな仕事だよね、全然やって、うんうん、お言葉を伝えねばみたいな、うん、今の清志郎の言葉を伝えねばと重くね重いんで水木先生横にいてまんじゅう食いながら喋ってることを俺が伝えなきゃいけないんで、どうすんの、あ、そう、本当に大変だった ね、 でもあれ漫画になったから、うん、中学生とかに前回読んでほしいですよね、うん、あの教科書代わりに、うん、もう道徳の教科書なんかいいから、うん、あんな嘘くさいの、うん、ありがとういいから山田さんの絶対全部読ませろよって思いました。読んでほしい、うん、あれ多分中学生が全員、うん、日本の中学生全員読んだら、うん、なんか10年後20年後日本がちょっとずつ変わり始めんじゃないのってそれはすげえ嬉しいけど、だってあんなすごい人たちのそうすごい人たちだったエッセンスだから、うん、これはね、うん、伝えないのもったいないですよね、うんうんうん、だから俺の走馬灯はな、贅沢だぞ、あの死ぬ時に思い出す人はもうすごいぞ、まあ、紅白歌合戦みたいなのですごいすごい人出てきたからいっぱい本当に坂本龍一の後に村上龍出てくるからね、俺の走馬灯すごい、そう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 、走馬灯に自信あるからね走馬灯自慢、全日本走馬灯選手権だったらかなりいい感じ、かなりいきましたね、かなりいい感じ、かなりいきたの絶対の話、ちょっとあれなんですけど、うんうん、あの、うん、やっていくうちにあれ、うん、どんどん慣れてきました。だってどんだけメンタルやばい時でも、うん、すごい人に会っちゃってその人に失礼のあることしちゃダメじゃんやっぱり、うんうん、だからそれはさ、ごまかせないよ、手抜けないの本当に人、うん、だこの人がくれたものを俺は読者に渡さなきゃいけない仕事じゃん、はいはい、だから、まあ、手抜いたらこの人がダメになっちゃうじゃん、うん、これは大変、うん、でこの人も読みますからね、そう読む、そう、それが相手の仕事か、俺の言ったこと伝わってねえのかよってなるとそうもう信用なくちゃう、おっかねえぞ相川翔の話聞いた後に相川さんがそれを読みましたって話を聞いてやべえ相川さん怒ったらどうしようみたいな、面白いねみたいなあの政府官ってありますね、あ大丈夫だって喜んでますか、そう政府官ってありますね、あの取材して書くと面白いネタにしました、ありがとうございます森澤さんも森澤さんあのあれなんですけど、そういう対談とか取材とか行った時に、はい、山ほどその面白い話聞くじゃないですか、はい、そのうち出せるものって、うん、結局どんぐらいなんですか、100もらったとしてどんぐらい出してるんですか。僕はあの初めて、うん、編集者になった時の編集長に言われたのが、はい、100取材して1かけって言われたんですよ。だけど1時間しか、うん、ね、うん、時間もらえないのに、うん、あの雑誌で5ページ書けって言われると、うん、1だったらそんな持たないです。そうです、ね、10書く時もあります、うん、けど多分大体9割は落ちてると思います、うんうん、そこはもう 選びますよね、うんうん、相当もう本当にうわ捨てたくないなっていうのいっぱいありながら、うん、しょうがないから削って削って削ってエッセンスだけ書くっていう、うん、あのね話してるとね
これだけは言いたいって時に、ね、感じ変わるのよ雰囲気が、うん、あ例えば養老先生だったらお父さんの話になった時にもうがぜん変わったわけガンと、うん、あとボビー・バレンタインだと神様の話になった時に瞬間にいきなりこっち向いたさすが西洋人大きな神の話来るんだみたいなそしたら神の話伝えなきゃいけないよなと思うし そっかあとはなんか話がループする人は多分これループしてるんだけど多分これを言いたいんだろうなと思って3週目の話なんだけどこれ全部要約しようと思って聞いてるわけ、うん、そうだから違う言い方を変えて同じこと言う場合あるわけ。あそれはその3つの話をまとめて要約すればいいんでそういう作業はいいんで一番立ちが悪いのは話が上手い人だから最初から最後まで完成されてる人いるんだよ。あ振りから落ちまで完璧なこれ糸井重里さんね。糸井さんはもう二十歳始まったから最後まで全部切るとこなくてでテープ起こしもらってダメだどうしようこれそのまましか使えないってなって困った。はめちゃめちゃ困った。でめちゃめちゃ何回読んでもめちゃめちゃ面白いし、うん、逆に三浦純さんはあのフェイクから本音の振り幅が激しい。だから俺は三浦純って演じてあの無理するぜキーポンロックンロールやでとか俺杖持ちながら女装してたでみたいな話してる時は三浦純を演じてるんだけどだんだん後半になってきて俺も辛いんだって話になってくるとすごい面白い。そっからが面白い、うん、じゃあ、ね、三浦純のどっちを拾うのっていう話になってきて、そういうのを苦労するんだよ、ね、全くつかみどころのない人っていました？あいました。あと誰ですか？政治家。だからもう政治家をやっている人もう本当に立ち悪いし政治家だった人もやっぱり面倒くさいし、ただ捕まった人面白かっただから政治家やって捕まって一回入って出てきた人と話したんだけどそれはやっぱりもういよいよ本音言うから、あの地盤看板カバンって言うじゃないですかみたいな話、えそんな話しちゃっていいんですかみたいな話、結局金だからみたいな話まで全部してくれてうわみたいな。そだからそれはそうだけど現役の人はもう本当にシールドがすごい厚くて、だからもう本当政治家のインタビューはしたくない。あ落ち込む、すごい落ち込む、うん、あれレイジさんがこの人に取材したいって言って、うん、あの序盤は、うん、ヤングサンデーの時はそうなの、はい、ただフラッシュに変わってからはパブが入ってくるんで、どうしてもパブ、うん、そこそこだからその報告本が出るから出てもいいですよって人が入ってきたのどうしても、うん、フラッシュってで2ページしかない4ページしかないってなると、うん、どうしてもこっちに選択権がなくて、うん、山さん行ってもらえますかって言われたら分かりました行きますよみたいな、うん、こっちやつもう本当にもうフラッシュはすごい助かったんだよあのやらせてもらえたから。だけどやっぱ大変だったそこ、うん、不本意なインタビューすごい多いね。もうね、すごい全然つかみどころがなくて面白かったのが、うん、あの写真家の天才アラーキーさん。あつかみどころないですか？僕ね、あの写真集編集者やってたんです昔、はい、で写真集作って、うん、アラーキーさんの写真集を作ったことがあって、おーすげー。その時に、うん、あの色光って出るじゃないですか、うんうんはい、あの本になる前の印刷所から試し刷りの、うんうんうん、その色を見て、うん、あのアラーキーさんとかデザイナーと僕がチェックして、うん、ここの印刷講師をしようってやるんですね、うん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 、で僕色光出てきた時に荒木さんに電話したんですよ、はい、で荒木さんあの色光出ましたって、うん、あのお持ちしますんでどちらにいつお持ちすればいいですかって言ったら、うんうんうん、あ新宿のルージュに持ってこいとそれすごいす今日の夜来い今日の夜来いとか言ってその感じ分かる分かりましたお持ちますとか言って、でそのちなみに新宿のルージュって何ですかって言ったら、うん、あ飲み屋だ飲み屋とか言って、うん調べてこいと言われて似てる似てる、うん、でね調べて行ったんですよ新宿のルージュって、うん、そしたら新宿のすごい地下にある、うん、めっちゃ薄暗いバーだったんですよ、うん、でそこに荒木さんが座ってて、うんうんうん、その荒木さんのところに編集者がずらっと列なら、うん、列ができてる、うん、で各社の編集者が荒木さんと打ち合わせ終わったら、うん、はい次あいつげっつって順番が回ってくるんですよ、うん、人気占い師みたいな、そうそうそうほんとそんな感じそんな感じすごいところでほんで僕もその色をこうやって持って、うん、並んででこの暗いところで色っぽく見えない、ね、写真ですもんね見れないですよ、うん、で普通だったらもうあのちゃんと何ルックスとか決まってるんですよ、うん、その色を見るのがいい、はいはいはい、でそういうところまでこだわる写真家もいるんですけど、荒木さんどうするつもりなんだろう、これからどっか移動するのかなと思ってたら、うん、僕の順番来たら、うん、あ、森さんちょっと見せろとか言って、でこれお願いしますけど、荒木さんこんな暗いところでいいんですかって言ったら、
お前バカお前俺天才なんだからいいんだよオーケーオーケーオーケーグーッと言って3ページしか見ないのすごい3ページ天才だ天才だ僕なんかさーっとなってハークさんこれ本当に3ページでいいんですかって言ったら俺天才だから俺が撮ったもんだから大丈夫だからって言ってあとはせいちゃんに見せとけって言って、うん、せいちゃんってあの荒木さんの写真集をよく作ってるデザイナーさんなんですけど、うん、あいつにやらせとけって言って、うん、で森さんお前ちょっとこい座れとか言って言われて荒木さんの隣に座らせてもらって、うん、でなんか丸くカットしたぐ、うん、氷の入ったウイスキーのそうウイスキーのバーボンかなんかご馳走してもらいながら、うん、ちびちび飲みながら荒、うん、木さんの他社との打ち合わせを隣で僕見させてもらったんですよ、うん、ずっとあいつげあいつげっつってどういう立場ですかなんかマネージャーみたいになっちゃったでしかも荒木さんがなんか困るじゃないですかあーどうしようかなお前どうしたらいいとか言って聞かれるんで僕がいや僕だったらこうしますけどって採用とか言って信用されてる他社の打ち合わせに僕が決定権僕の意見が採用されちゃうっていいいのかなとか思いながらすごいだから本当魅力的な人でめちゃくちゃ魅力的な人です荒木さんってつかみどころないっていうかなんていうの逆につかんでますよもう荒木ですもんもうそれがすげえなと思ってでも本当なんかいろんな写真家さんのね写真集作ったりとかいろいろしましたけど荒木さんはなんかもう別次元でしたね荒木さんって天才アラーキーって言われてますけど、うんうんうん、あの天才アラーキーって言葉は自分で作ったんですってへ誰にも知ってもらえないから名乗った俺天才アラーキーって名乗ろうって言ってそれからいろんな雑誌が出るときにそっちの系譜の人か系譜、ね、編集者にいいか俺のこと天才アラーキーって書けって言っていちいち言ったんですって、うん、そしてみんな分かりましたって書くじゃないですか、うん、そうするとみんな、うん、あアラーキーは天才なんだってなって、ね、自称が取れていくっていうそうなんですようやくなんかみんなが認められた時にはもう世界のアラーキーになっちゃったんですよ、うんうん、日本の天才ってのは当然今写真が下手だったらダメなんですけど、うんね、本当の天才が、うん、埋もれないで天才として認められるためには、うん、そう荒木さんみたいに自分で自分のこと天才って言ってマスコミに流しちゃううん、ってありなんだと思ってそういうところもなんか天才だなと思って平井さんこれ使いますかよし今日から行くか今日から行く天才山田なのか天才山田天才山田レイジのナインサンデーサッコ自重気味それそのうちなんか山田レイジ天才らしいぜ自分で言ってそうあの漫画分かるやつは天才らしいよいやこれでもこれ見てくれてる人はセンスがいいっていうのでおなじみなんだよ、うん、これに気がついてるあなたたちは本当に素晴らしいっていうディザスターの方だと思ってますよ、うん、みんなあそう天才の厄災だややこしいわ俺そっちの方がかっこいいけどねまあいいけどなそんな森沢さん編集者をずっとやられてて、うんはい、でその小説家に転身するそうそうそう。もともとは子供時代の夢は何だったの？何したい人だったの？小学生の頃は、うん、プロ野球選手になりたかった。船橋の野球少年。野球少年ですね。うん、で、うん、小学校の途中から、うん、魚がの世界が好きになっちゃって。あら、魚。海の中。うん、あれ？似てる？あれ？俺も似てる似てる。うん、シュノーケルとあれつけて潜った時に。はいはいはいすげえ世界があると思って、うん、俺も思ったそこからなんかうん、クストーの作家とか、はいはい、片っ端から読み、はいはい、本好きだったんで、はいはい、図書館こもって読み始めて、うんうんうん、魚グランブル時代がやってるそうです、うん、でも魚オタクになりつつあって、うん、で海洋学者みたいな、うん、あ魚くんみたいな、うん、魚くんみたいになりたかった、うんはいはいうん、だけど中学行った時にバスケットやってたんですね、うん、でバスケットすごいガチでやってた時にスラムダンクまだない時代ですねない時代ですよ、うん、マジック・ジョンソンとか、うん、いる時代、うん、でジョーダンが出てきた頃ですげえと思って、うん、この人たちでやってみたいとか思ってたんですけど、うんうんうん、当時プロなんてなかったんです、うん、日本に、あ、日本に、はいはい、だから、うん、あ無理なんだなと思って、うんうん、でその頃でももうやっぱりなんとなく物書きは、うんうんなんとなくイメージできてたとかなんかもしかしてやれるかもなっていう
のはなんかあったんですね、うん、で高校行ってやっぱり、本をたくさん読んでたんでなんか出版関係には絶対行こうと思ったんです。うん、ただ、ね、当時やっぱり作家になれるとかって思ってなかったんですよね、うんうんうん、そんな簡単にはなんか特別な才能のある一握りの、うん、なんか特殊なほんの一握りの人だけが、じゃあ自分のことなんか特別才能があるとか天才だとか思ってたわけじゃなくて、もしかしたら天才かもかもってどっかでちょっとあった思いつつ、もし本気で書いたら書けんじゃねえのっていうのはなんかあったんです。でも本気で書く自信があるかどうかっていう、あその自分人生賭けじゃないですか、はい、いやこれにも出てくるやつだ、うん、そうですね、か本気で諦めないで続けることができるかっていう、そう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 、うんうん、で人生賭けに、うんうん、でもほぼ負ける賭けじゃないですか、ね、小説家になりたいなんて、あ、うん、確かにね、普通の人は負ける、うんうん、から、うん、そこ賭けられるかなと思いながらも、うん、でもなんとなく、うん、本は好きなんで出版業界に行こうと思って、うんうん、で大学生になって、うんうん、でその時にはもう僕オートバイとか好きなん で、うんうん、でオートバイで日本中をこう、うん、の塾で旅して回ってた時にね、その話面白いですよね、うん、そうでその時になんかいっぱいネタをね、はい、今なんか仕入れてたんですよ、たまたま、うん、それその時に何か書くために旅してたっていうんではなく、うん、なくバイクを日本中の川、綺麗な川を、はい、北海道から沖縄まで全部遊ぼうと思ったんです、すべ、うん、て川遊びの旅に逃げよう。なぜなら、それいくつの時なんですか。ね、19ぐらいから26、7ぐらいまで、はい、までですね。で途中2年半ぐらい就職してるんです編集、はい、編集者やってるんです、雑誌の編集者やってて、ほうほうほう、でもでその編集者も2年半ぐらいで辞めてまた旅れちゃったっていう、あ、一回やった、あんたって一緒ですよ、あなたやんなっちゃうとすぐ旅行っちゃう。そう、すごい仲良い、ねえすごい仲良いねえじゃねえ、やんなると旅したくなっちゃう、自由になりたいんです、そうそうそう、自由になりたい、自由になりたい、孤独になりたい、孤独になりたい、すごい、でも寂しくなっちゃうわっていう、そうそう、ほんとそう、寂しくなりに行ってるんです、そうそう、寂しくなりに行く、寂しくなりに行くんです、で人のあったかさを求めてまた戻ってくる、あーすごい、もうほんと全く同じ全く同じそうですよ、で まあ、その時に、うんうん、なんかね、その旅してるのを、うん、あのね、レディースバイクっていう雑誌があるんです、うん、女性用の女性向けバイク雑誌があるんです、うん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 、ヤンキーのレディース用のじゃなくて、ヤンキーじゃなくヤンキーじゃなくバイク好きの普通の女性向けで、その編集者がなんかね、うん、なんか面白い旅をしてる変なバイク乗りがいるって言って、でなんか僕になんか書いてみないって言われたんですよ、うんはい、で4ページぐらいなんか書いたのが初めて、うんうん、寄稿した大学生の時なんですけど、それがなんか面白いって言われてて、うん、でそこで別に連載があったとかじゃなく、でも僕また旅するんでじゃあって言って旅、うん、行っちゃったんですよ。でその時になんかアウト野宿とかしてるんで、あるエロ本の出版社があって、うん、当時バブルだったんで、うん、猫も作詞もアウトドアが流行ったんですよ、うん、なんかビーバル時代、そう、うんうん、でそのエロ本専門の出版社が、うん、うちもアウトドア雑誌出すぞってなったらしくてエロ本の出版社がそう、はい、でエロ本の編集者だけが集まって、うん、アウトドア雑誌を作ることになった、うん、なんでその健全と不健全がこう言ってるかも入り混じった変なで、うん、そのエロ本の人たちはテントの建て方も知らないと、うんうん、で立ち上げるにあたってなんかこう立ち上げようと思ったんだろう儲かるからね、儲かるから売れるから、うん、で誰かアウトドアとか得意なやついないかっていうので、たまたまなんか友達かななんかから話が来て、バイトしたらって言われて、でいやでもなんか俺結構忙しいしなと思いながら行ったら、好き勝手に休んでいいっていうような変な、めっちゃいいいいバイトだったんですよ。で出版業界興味があったんで、あ、ここで勉強してお金もらえて適当に休んでもよくて、しかもアウトドアだと思って紹介してくださいよそうやりたいよ ね、 やりたいでもね、その雑誌になくなっちゃったなくなっちゃったんですか。で僕本当に、はい、驚いたのが、アルバイトなのに第一特集任されてました、任されましたアルバイトで一特
ありえないできるなと思われたっていうことだよね。というか他の人はできなかったんですよ、うん、ああそれ知らないから、だからエロ本だったから、エロ本だったからエロに詳しかったけど、そうこれ詳しいだろうって言われて、ああ詳しいですって言って、うん、それエロは抜きなんですか、そのエロ抜きです、ちゃんとあのそのあのコメントあったけど、おすすめの青缶ポイントを載せる雑誌が、そのアウトドアじゃない、そういうんじゃなくて、いやマジな話ではそのビーバルみたいなこの野遊び、アウトドア、キャンプとか、あと、はい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 、あの RV 系、うんうんうん、車系を合体させた雑誌だったんですよね。そこで編集のノウハウを教えてもらって、うんうん、あこうやって雑誌って作るんだ、うんうん、でこうやって原稿もらうんだとか、うんうん、あと物書きの原稿とかをねチェックしたりとかするのを覚えて、うんうんうん、これ面白いなと思いながら、でも旅行くからって言って面白かったけど、その編集部もすいませんって言ってやめますって言ってやめて、また旅しちゃった。で戻ってきて、あの出版社に入って、うん、で2年半ぐらい編集者を一応プロでやって、うんうん、でその後また旅したくなっちゃってまた旅しちゃったで旅したらあの戻って、うん、あの来いよってあの写真集用の、ね、作るような会社の社長が、うん、あのお前写真見る目あるからうちで雇ってやるからって、いつまでも遊んでないで、あの働けって言われてで、じゃあ分かりましたって言って半年ぐらい野宿してたのかな、で戻ってきてその社長のとこで働いたんですよね。そこからあの写真集編集者が始まったんですよね。うん、なんで野宿したいんですか。いや金がなかったから。あ単純に。でも金がなかったから、あのテントさえあればどこでも泊まれるじゃないですか、はいはい、であとはなるべくどこでも寝れます。あの眠くなったら寝るしかないんですそんなにね、俺寝つきがいい方じゃ当時なかったんですよ。いろいろもも考えちゃう方で、あただ酒飲んで、なんか焚き火とかで酒飲んでるとだんだん眠くなってくる。え、一人で焚き火するんですか。一人で。あ、まあ、そっか、そう。誰か一人旅だったんで、一人旅なのに焚き火の向こうにいたら幽霊ですよね。そう。なんか、うん、その森澤先生のね、こう話、ね、初め先生とか言わないでくださいよ。作品の中に、はい。悪い人が出てこないんですよ。で、俺がその最初に聞いた時に、うん、その、え、ね、その世の中に悪い人いるけど悪い人は出さないと決めてるっていう風にして聞いて、うん、これびっくりして、で後半ちょっとその話聞きたいんですけど、はい、あのそれとあともう一つ、そういう人は最初からめちゃめちゃいい人なんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、うん、どうもそうではなかったみたいですよね。そのだから人なんか死んじゃえばいい、人類を絶滅しちゃえばいいって思ってた方だと。あ、僕はですね。そうです。ひねくれた人間。ひねくれてみんな死んじまえって。だからこう今はこういう仕上がりになって、うん、あの仕上がりですよ、ね。いや、もう見るからに優しいダンディですよね。で内容も優しいんですけど、まあ、当時はまああれですよ。中二ナイトですよ。みんな死んじまえですよ。うん、だからその辺からそのこういうそのなんて優しい気持ちに至ったっていうことに関してちょっと後半話してみたいのと、うん、あとまあ文学っていうのはやっぱりそのダークサイドを描いてこそみたいなことがあったんだけど、うん、どうもそれなしで成立するんじゃないのみたいなことをちょっとあの流れとしてあるみたいなこともテーマでちょっとあの後半話してみたいと思うんで、はい、はい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 、それじゃ あの9時回ったんで、じゃあ限定の方に移ってください。はい、で、はい、来週のお知らせを、来週、6月8日、うん、これ2本立てですね。スピンオフがお昼間に4時からあります、うん、これゲストクゼらしいので、なんかいろいろあいつすごい今回のスピンオフは企画してるっぽいんで、うん、あのぜひ皆さん本気だってね、うん、クゼボなら本気出します。なんか 死についてとかなんかいろいろ面白い企画を用意してるらしいんで、ぜひクゼのことが気になる人は、はい、あのまあいつものあの3人女子会の3人が、うん、ワイ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 やる感じで、うん、スピンオフが、4時からございます。でその後8時から中二ナイト日本ボリューム15ということで、今日話せなかったサンダーバードの話とか、あと SNS ハラスメントはどういうことになっていくかみたいなSNS からみんな離れていくのかっていう話をちょっと、うん、あと僕ちょっと他にもありますけど、あの、うん、レイさんに聞いてみたかったのが、うん、あの青春映画、うん、あのトレインスポッティングが今年来年 か、はいはい、あのあれどう見たのかな、
あれ見ましたよっていうのと、うん、あの最近あの、うん、ドラッグストアカウボーイ見ましたよ。今ですか？なんかああいうその青い青春のそのしかも、はい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 、あの悪いというかその90年代の不良期の話。そう、あのなんか、うん、ああいうものって今もうないのかな。だからジョン・ヒューズからの、うんうん、そのジョン・ヒューズ期の80年代、うん、キャッキャやってる時期が終わってバイオレンスになっていく90年代のあの青春の話だよね。うん、そうですそうです。なんかあのあれに直撃食らった世代だった、うん、トレインスポッティングに直撃食らった世代だったんで。あれがおしゃれと思っちゃった。あれがおおすごいおしゃれな。音楽に騙されたの？え？音楽に騙された。いや俺はあれに入れなかったんですよ。うん、あそうなの、うん。うん。なんじゃこんな映画。縛り兵は？いや多分いけてます、ね。いけてますね。うん、バッファローもう言った口でしょあの人。バッファロー66でしょ。バッファロー言った口ですか。あれ俺東京来て初めて一人で、うんはいはいはい、見に行った映画なんですよ。あいついてきました。おしゃれなの見てやろうと思って。おしゃれになりたかったなこの野郎。ヴィンセントギャローだろうみたいな。来た来たみたいな。ギャローギャロー分かりましたか。全く馴染めなくて。つまんないでしょあれ。俺はこっちの世界には行けないんだなと。あんたつまんないでしょあれ。しょうがないでしょ。そう、うん、そうですね。そんな感じ。ハードシアターにハマる思春期の話しますか。そういうのを聞いてみたいんですけど、はい、今ここで、うん、あの話してることは、うん、来週話すかどうかはまだ分かりません。チューニーナイトなんで、俺レイさんがもうその時思ったこと、はい、あその時ね俺ね、うん、そう今俺ジェダイはなの時代はチェスなんじゃないかと思ってますよね。で流された。11日にですね、はい、夏見の蛍、全国ロードショー公開なので皆さんあの消失とはちょっと違う、あ、こっちじゃない、そう、こっち、はい、トイレ行きたいですね、内容が変わってる部分もちょっとありつつ、はいはい、まあ、かすみちゃんがもう映画化を熱望したこの作品、うん、ぜひ見に行っていただければと、うん、来週来てもらいましょうか、かすみにも、かすみとかね、とかね、いや、いろいろね、いろいろ、ね、それでは、限定です、限定に、シャオ、はいはい、どうも